どうなっているんでしょうか。はい、食べてみたいでしょう、皆さん食べてみたいでしょう。どうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですねコラボ動画でございます。今回ね、日本ハムさんとの、コラボでしょ。僕ね、自称日本一シャウエッセンが好きな料理研究家としてですね言ってるんですけども、今回ですね、なんと食べていただきたいものがあるっていうことでね、こちらいただきました。シャウスライス。これね、とんでもねえもん生み出したなと。日本ハムさん裏とか見てもらうと分かるんですけど、このシャウエッセンの肉で作ったハムみたいなね食べ物なんですよ。僕ね、これもう食べてます。食べて研究して、新商品なので毎日食べて研究しました。一番シャウスライスが美味しく食べられるやり方開発してしまいました。これをね、今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、まず、用意していただくのはこちらのシャウスライス、1パックでございます。で、あと、まあ、ちょっと調味料もありますんで、調味料の方を、ご紹介させていただきたいと思います。こちらが、私が研究に研究を重ねてパッと編み出したですね、シャウスライスを一番美味しく、食べる調味料、ハイボールでございます。こちらをどう調理していくのかちょっとやっていきたいと思います。でね、これね、開け口ここなんですよ。ここ開けます。で、これね、また閉められるようになってますんでね、これね、めちゃめちゃ便利なパックになってます。1枚、掴んで軽く巻いて、シャウエッセンのいい香りが、そしてこちらをおもむろに、そして調味料を流していきます。シャウエッセンのさ、白いさ、お肉のさ、油だよね、これね。これがさ、舌の上に乗せた瞬間にさ、とろけんのよね、これね。これを食べて、僕にハイボール大さじ2杯。これだよ。ハイボールはビールで代用できますんで。絶対こうじゃん。こうだと思うわ。こう。こうで、こう。こういう食べ方もいいんじゃない？あ、シャウスライス自体がうまいから。あ、うまっ。以上、至高のシャウスライスでした。じゃあ皆さん、ぜひやってみてください。はい、カット。はい、はい、もう、はい、ありがとうございました。完璧でした。ありがとうございました。はい、じゃあ終了で、はい、誰も突っ込まないから、誰か突っ込め。誰か突っ込め。料理研究家ですね。料理研究家ですけど、何か。だってこれがうまいんだもん。見て、2枚で1杯だよ。こんなことある？マヨネーズと黒胡椒の相性、マジ良かったけどね。全然これで1本で俺はいいと思う。うん、俺もいいと思うんだけど、さすがにね、料理研究家だから炎上すると思うので、炎上回避のために一応レシピ考えてきました。これはね、ガチでうまいです。酒飲むためには今の食べ方が一番うまい。シャウスライスって、まあ、ハムのように使えるんで、いろんな使い方できるんですよ。今回はですね、このシャウスライスを使って、シャウスライスミルフィーユサンド、褒めてほしい。めっちゃよくできたから、今からシャウスライスミルフィーユサンド作っていきたいと思います。はい、じゃあ材料説明いきたいと思います。今回はね、本当にね、絶対うまいと思うレシピを考えてきましたんで、説明していきたいと思います。こちらの日本ハムさんのシャウスライスです。これね、5枚使います、今回は。あとね、今回サンドになりますんで、食パン、これね、6枚切りの食パンが2枚です。8枚切りでもできなくないんですけども、6枚切りで、ちょっとボリューム感のあるサンドイッチにした方が僕は美味しいと思います。はい、あとは、レタス、はい、これ1枚分。最近はね、コンビニとかでもレタスミックスみたいなのが売ってますんで、そういうのでもいいですよ。ソースが重要なんです、今回。ソースがこちらの、クリームチーズ、今回ね 50g 用意しました。で、ここに、豆乳、あと黒胡椒で、あと好みなんですけども、ニンニク、これおろして使います。おろしニンニクを使います。はい、好みです、これは。まあ、僕はちょっと入れた方がパンチが好きかなっていう。で、あと、バター、これはパンに塗る用のバターが 5g 分ですね。これだけで、火も今回使いませんので、
超簡単。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、分量外のビールを用意します。はい、そして分量外のタウスライスをね、1枚ね用意します。で、これで、ちょっとケーキをつけていきます。めっちゃ合うね。料理はね、楽しみながらやるもんなんで、早くやれっていう視線が痛いのでやっていきます。クリームチーズなんですけども、これ常温に置いたものがいいんですけども、さっき冷蔵庫から出したんで硬いんで、電子レンジでラップしなくていいんで20秒ぐらいチンするとすごい柔らかくなるんで、これ20秒チンしていきます。600ワット20秒です。こんなにね、クリーム状になるんですよ。豆乳を投入します。料理研究家の鉄板ギャグなんで、豆乳がなければ牛乳とかでもいいですよ。これが非常に美味しいですね。チーズソースになるんですね。まあもう、まあ、結構入れちゃっていいですね。スパイスを入れてペッパークリームチーズ、これを作っていく。ない方はチューブのニンニクとかでもいいんですけども、できれば生の方が美味しいかなっていうふうに思いますね。少し入れてください。このクリームチーズソースパンチが生まれます。このソースをチャウスライスにつけて食べるのもめちゃめちゃうまい。完全につまよ。じゃあちょっともういい、ちょっとだけとんでもないモンスターを生み出してしまった。チーズソースの方は完成です。こうやって引くじゃないですか。で、この6枚切りのパンを2枚乗せます。パンにちょっとバターを塗る。これなんでバターを塗るかっていうと、あのサンドイッチだとね、食材の水分がねパンに染み込んじゃうのを防ぐためにこれバター塗るんですよ。これを塗っておくことによって水分がですね、パンに、ね、染み込まない。レタスとかを使うときはこういう風にまんべんなくこのバターを塗っておくのがサンドイッチの鉄則でございます。小さじ1杯ぐらい、これチーズソースをここに塗る。ソースがガツンとくるようになりますので、こっちにも塗りましょう。小さじ1杯ぐらい、ガーリッククリームチーズペッパーソースね。で、ここにちぎったレタスパッと、まあ大体1枚分ぐらい。ここで日本ハムさんのチャウスライス。俺革命的だと思うのは、チャウエッセンのお肉を火を通さずに食べるっていうのが俺すげえ革命的だと思う。火を通さなくてもめちゃめちゃうまいですよね。これがね、ほらこのまま生でねやっちゃうんですけども、1枚乗っけた時にこれチーズ挟んでください。これがミルフィーユ。1枚乗っけたら1枚乗っけると、ソースを塗りたくると。作ってて楽しいの。そしてソース、そしてソース、そしてソースからのここにソース塗りたくて。あれ今何枚目？ラストはもうちょっともう全部使い切っちゃいましょう。はい、そしたらですね、もうソース塗り終わりましたね。これをここにドーン、ちょっと押し付けていただいて、このラップで包んでいきます。優しく包む。こうでございます。ちょっとキュッと押してもらうとパンと具材が馴染みますんで、ちょっとキュッと押してください。チャウスライスがもう僕があんだけ食べたのにもかかわらず4枚ぐらい残ってますんで、これはね保存できるんですよ。ピッとこうピッと、ほらもう、ね、完全に保存できる。で、これは冷蔵庫に。ちょっと緊張の瞬間なんですけども、ちょっとサンドしたので切ってみます。どうなっているんでしょうか。はい、どうですかこの萌え断。食べてみたいでしょ皆さん、食べてみたいでしょ。これポンと、はい、もうこれです。最高に美味しいシャウスライスミルフィーユさんの完成です。はい、それでできました。食べていきたいと思います。いただきます。かぶりつきたいと思いますよ。いただきます。まあこれかなり優秀ですね。チーズのコクが加わるとチャウスライスはね何倍もいきますね。これね、チャウスライス自体にすごく美味しい味がついてますんで、クリームチーズも塩味とか足しないんですね。プレーンな豆乳ソース使ってるんで、これはねサンドイッチの中でも僕は最高峰だと思ってます。ビールに合う。
ほぼカツサンドみたいな肉肉しさがあるんですよ、これ。そしてこれをビールで流す。うまっ。味変をしていきます。大丈夫です。粒マスタードを用意しました。ちょっとつけて。うまい。ハウスライスのこの肉肉しい噛んだ時のうまみっていうのが生かされてるんで、これはね、ハウスライスでやってほしいな。これマヨネーズではなくクリームチーズで作るミルフィーユサンドだから、こんなにコクがあってうまいっていうのがこのレシピの売りなので、まずそのまま食べていただいて、シャウスライスの美味しさを感じた上でシャウスライスミルフィーユサンド挑んでください。ぜひ皆さん試してください。豆乳を投入します。今コメント欄がすごい豆乳を投入みたいな感じになってるかなと。これ料理人の、いや料理研究家の鉄板ギャグなので、はい、まあ、つまんなかったら別にコメントしなくていいです。